はい、今回は、ボルダリングシューズの先っちょの補修の仕方です。材料はこういうやつがあります。こういうの売ってます。アマゾンで売ってます。ステルスソールのゴムのパウダーね、これに糊を入れて補修をします。あと別のものを買えばステルスソール、このソールの張り替えもできます。これはまたいずれやります。今日は先っちょだけの補修ですね。この補修、これ見えるかな、これはね、ちょっと補修の仕方が悪かったんですね。下地をうまくこすってなかったから、今度剥げてしまったね。これのそういう時はやっぱ下地をやっぱペーパーをかけて地をきれいに出して、でまずのりをつけて、結構丁寧にしないとこんなに剥げてしまいますね。はい、これ今回はこれちょっとやり替えます。まず取りましょう。けどこの穴の中の方はペーパーをかけてたので結構良かったけどね。ここはね、まあ穴吹いてるね。はい、これちょっと磨きます。これもルーターがあるといいですね。もうこれはもう本当はソールを張り替えんと悪いレベルやね。この辺ならいいんですけどね、この辺ならまあここももう、ほとんどないかな。ここになると持たないかも分かりませんけど、まあ今回やってみます。まずつけます。全体に塗っておきます。でもこれは乾いてもいいです。もうちょっとアップしようか。はい、これに接着剤を入れます。分量は書いてます。はい、先ほどのこれね、もう手でやった方が早いと思います。これまあ、仕上げが気になったらもう一度テープを塗って、
はい、こんな感じやね。また固まったらルーターで削ればいいと思います。